バレスターバレスターの機種一覧、バレスター N バレスターの機種一覧は、NEC のパーソナルデスクトップ型パソコンのブランド名であるバレスターの機種の概要である。2000年5月発表モデルから、パーソナル向けデスクトップパソコンでは、PC-98NX シリーズの記載を徐々にフェードアウトさせ、代わりにタイプ名を指すアルファベット1文字を関することになった。これは パーソナル向けノートブックパソコンのラビも同様である。バレスターでは A、B、D、I、J、K、O、P、Q、V、Y はタイプ名として一度も使用されず、単独では Z も使用されていなかった。2014年10月時点でバレスター L、バレスター N、バレスター S のカタログモデル3タイプ及びカスタマイズモデルのバレスター G が発売されていた。 なお、サーバー PC をネットワーク経由でクライアント PC から遠隔利用できる類リモートスクリーン機能が新 C 世代で大幅に強化され、従来は専用のハードウェアで行っていたおやきの画面転送機能がソフトウェアでできるようになったため類リモートスクリーン機能が利用できる機種を大幅に拡大した。具体的には液晶ディスプレイ付けの高性能分離型モデル。 テレビチューナーは一貫して付いていなかった。CPU に Pentium 3を採用。光学ドライブの種類が異なる3機種を設定した。全機種にワイヤレスキーボードマウスを採用。15型液晶モデルを追加。OS は Windows ME もしくは Windows 2000 Professional。基本性能向上を全機種光学ドライブが CDR、RW with DVD ROM に変更。 また、セレロン搭載モデルが追加された。ラインナップが2種類となり、ディスプレイは15型液晶に統一。上位機種は Pentium 4に進化し、ディスプレイが驚愕ブチタイプになる。OS は Windows XP、Pentium 4搭載モデルの1種類のみとなる。セレロン搭載モデルも含め4種類に拡大。上位2機種は OS に Windows XP、Professional を搭載する。 新たに17型液晶モデルを追加。本体は丸みを帯びた、ラウンドデザインを採用。CPU が Pentium 4に統一される。Windows XP Professional 搭載モデルがなくなり、ホームエディション搭載の2種類となる。本体デザインを一新。17型液晶の1種類のみとなる。基本性能を向上。発売当初は、 外付けスピーカー付けの分離型モデルとして発売されていたが2009年6月からは一体型エントリーモデルとして復活した当初は15型 CRT 搭載の分離型のエントリーモデルとして発売 CPU はセレロンもしくはペンティアム3を搭載しており4モデル発売されていた2000年7月には17型 CRT を 採用した Pentium 3モデルに機種を追加した。ラインナップが Pentium 3搭載の3機種に集約。このモデルの発売を最後に、一旦シリーズ名が途絶える。約8年半の時を経て、一体型エントリーモデルとして復活。CPU は AMD a スロ o X にデュアルコアプロセッサとなり、性能は分離型モデルの時より格段に向上。 ディスプレイも18.5型ワイド液晶となる。また、地上デジタルチューナーも内蔵された。OS を Windows7 ホームプレミアムに変更。メインメモリも 4GB に増量した。性能やデザインは、V 世代とほぼ同一。ファミリー向けの分離型スリムタワーモデル。アナログテレビチューナー内蔵。ディスプレイは15型液晶と17型ワイド液晶の2種類。 17型ワイド液晶モデルには、セレロン搭載モデルとペンティアム4搭載モデルが用意されており、計3機種のラインナップであった。15型液晶モデルに TB チューナーなしモデルを設定。継続販売の15型液晶、TB チューナーなしモデルを含め、ラインナップが3機種となる。デザインを一新。全機種 TB チューナー標準装備に、CPU を インテルセレロンプロセッサに統一。上位機種のディスプレイを17型液晶に変更。ホワイトを基調にした新デザインに一新し、CPU をインテルセレロン D に変更。1機種のみとなる。スロットイン方式光学ドライブなどを正面に配置し、ワイヤレスキーボードを採用したシンプルスタイリッシュな一体型モデル。アナログテレビチューナー内蔵。 当初は CPU にインテルセレロン17型ワイド液晶を搭載。スノーフレークホワイトとスターリーナイトブラックの二色展開であった。なお、第3次5世代発表後は継続販売されなかった。スターリーナイトブラックにペンティアム4搭載モデルを追加。カラーが一式となる。インテルセレロン搭載モデル1機種のみとなる。バレスター F よりも高性能な。 ファミリー向け分離型ミニターモデル。アナログテレビチューナー内蔵、当時デスクトップ PC では世界初の水冷システム搭載。OS は Windows XP Professional、CPU は HT テクノロジー対応 Pentium 4を、高額ドライブは DVD マルチドライブを、ディスプレイは17型液晶を採用。基本性能を向上し、ディスプレイのデザインを一新。 カスタマイズが可能な BTO モデル。NEC ダイレクトにて販売されている。カタログモデルと同様に、いくつかのタイプが設けられている。ちなみに、同社ノートブックパソコンのラビジーについても同様である。折りたたみ式キーボードを採用した一体型モデル。後術のバレスタープロとは異なり、搭載 OS は Windows XP ホームエディションのみ。 テレビ視聴時はキーボードを畳んだり、使わない時はキーボード部を跳ね上げてスマートに収納できるユニークな機種であったが、8世代でも継続発売された後、1シーズンのみの販売であった。CPU にモバイルアスロン4を搭載。15型液晶で地上アナログテレビチューナー内蔵。当初は分離型スリムタワーのエントリーモデルとして登場。 後に高性能スタンダードに格上げされた。現在も発売されているバレスターでは唯一の分離型モデルでかつ歴史の長いモデルでもある。CPU に AMD ズロンを採用。HDD 容量や高額ドライブの種類などで4種類が発売されていた。ディスプレイは15型もしくは17型 CRT を採用。上位2機種に AMD アスロンを採用。 15型フルフラット CRT、CD、RW ドライブを搭載した、ズロンモデル1機種を追加。基本性能を向上。ラインナップが3機種となる。OS は Windows XP。上位2機種に15型液晶モデルが登場。全機種、ズロンとなり、15型 CRT モデルがなくなる。また、上位機種にアナログ TV チューナーが搭載される。 明るめのブルーをアクセントにした新デザインに CPU もインテルセレロンに変更された一旦アナログ TV チューナー搭載モデルがなくなる OS は XPSP1 で Office は XP アナログ TV チューナー内蔵モデルを再設定同時にサウンド米採用の17型ワイド液晶モデルを追加最上機種のディスプレイを17.5型ワイドに大型化 本体デザインもグレー基調となる。また、CRT モデルが完全になくなる。新たに、AMD アスロン XP 搭載モデルを追加。セレロン搭載モデルはすべて、サウンドベ採用の液晶ディスプレイとなった。最上域種は CPU が Pentium 4となり、ダブルチューナーとなった。本体デザインを一新し、よりシンプルな作りとなる。OS は、 XPSP1 でオフィスは2003。基本性能を向上。最上位機種の CPU がアスロン XP に変更する。アナログ TV チューナー搭載モデルがサイレン化機種を除く全機種に拡大。この世代からブランドロゴが変更された。新たに19型液晶、23型ワイド液晶モデルが登場。CPU は最上位機種がペンティアム4に。 これ以外の機種もセレロンに統一される。再開機種を除き、本体デザインを一新。ペンティアム4搭載モデルを拡大し、新たに、地上、BS110 度 CS デジタルチューナー搭載モデルを追加。ラインナップが8種類となる。OS は XPSP2。全機種 TV チューナーが標準搭載される。ディスプレイが17型液晶、19型液晶となり、 サウンド部内蔵ディスプレイはデザインを一新。全機種アナログ TV チューナーのみとなる。従来の19型から大型化し、サウンド部の基本技術を応用した、大手ウンドワイド2を搭載した20型、ワイド液晶モデルを追加。地上、BS110 度 CS デジタルチューナー搭載モデルを再設定。本体デザインを一新。久々に TV チューナーレスモデルを再連化機種に。 設定。デジタルチューナー内蔵モデルが再びなくなる。また、一部機種にペンティアム D を搭載した。この台から、スタンダードタイプとスリムタイプの2ラインに。スタンダードタイプは、全機種メディアセンターエディション2005を搭載し、最上位機種は内蔵スピーカーを、大手運動イド3に進化。スライドキーボードにより、本体に格納でき、 連動で電源の ON、オフやソフトウェアの起動を設定できるようになった。スリムタイプは全機種ホームエディションを搭載し、幅 66mm の薄型設計でディスプレイの背面に設置することも可能。17型液晶でセレロント HT テクノロジーペンティアム4の2種類を用意する。スタンダードタイプの最上位機種に地上 BS110 度 CS デジタルチューナーを搭載し、 電源投入後、約2秒で、地上デジタル放送が見られる、パッドミテレビ機能を搭載。スリムタイプは、基本性能を向上した。全機種 Windows Vista Home Premium 搭載。スタンダードタイプは、本体デザインを一新し、ディスプレイも二重型ワイド液晶に統一。地上デジタルチューナー内蔵モデルを中意機種にも拡大。最上機種は CPU にインテルコアにリ u o を搭載し、 ビーブに対応。スリムタイプはメモリを1イトに増量した。ホームベーシック搭載はバレオンのためディスプレイやマイクロソフトオフィスなどは添付していない。基本性能が向上されるも、スタンダードタイプは TB チューナーの有無で2機種。スリムタイプはセレロン D 搭載の1機種に縮小。スタンダードタイプから TB チューナー搭載モデルが一旦なくなる。その代わり、 CPU はクワッドコアのコアにクワドを採用。スリムタイプも CPU をペンティアムデュアルコアに変更した。スタンダードタイプは驚愕ブチタイプの19型ワイド液晶に変更し、メモリを 2GB に増量。回帰種は CPU をコアにデュオに変更した。スリムタイプの CPU もコアにデュオに変更。 スタンダードタイプの上位機種にブルーレイディスクドライブを搭載。本体デザインが一新され、スリムタイプのディスプレイが驚愕ブチタイプの19型、ワイド液晶に大型化。スタンダードタイプは、クワットコア CPU、DVD スーパーマルチドライブ搭載の1機種に集約。スリムタイプは、メモリを 2GB に増量。スリムタイプを廃止し、従来の スタンダードタイプに一本化され、高解像度の22型、ワイドスーパーシャインビュー EX 液晶に大型化。最上位機種はメモリを 4GB に増量し、ブルーレイディスクドライブを再搭載した。ディスプレイをさらに大型化し、23型ワイドフル HD 液晶に。メモリは全機種 4GB となり、ブルーレイディスクドライブも再開機種を除いて、標準装備された。また、 J 世代以来となる TB チューナーモデルを再設定。コアにデュオ搭載モデルには、地上デジタルチューナーを、コアにクワド搭載の最上位モデルには、地上、BS110 度 CS デジタルチューナーを2機搭載。HDD も 1TB となる。ラインナップが整理され、コアにクワドの TB チューナーなしモデルを廃止。コアにデュオ地上デジタルチューナー搭載モデルの、HDD も 1TB となる。 OS は Windows 7。ちなみにカスタマイズモデルでは Windows 7 Ultimate は選択不可。再び TV チューナー搭載モデルがなくなるが新たに Core i3.2GB メモリを搭載し19型ワイド液晶を採用した連鎖機種を設定。23型フル HD 液晶モデルは Core i3 Core i5 Core i7 の3機種を設定した。 ブルーレイディスクドライブは、コア i7 搭載の最上位機種のみとなる。OS が、ホームプレミアム64ビット版に変更となったため、コア i7 搭載の最上位機種のメモリを 8GB に倍増。コア i3 搭載モデルは19型ワイド液晶のみとなるが、こちらもメインメモリを倍増した。オフィスを、オフィスホームビジネス2 0 1 2更新。コア i7 搭載モデルが、 3D 対応モデルとなる。また、CPU 性能やグラフィック性能も向上された。なお、Core i3 搭載モデルは一部販売店での取り扱いとなり、メモリを 2GB に半減、Office を Office p e r s o n a l 2 0 1 2スペックダウンされた。3D 対応 Core i7 搭載モデル、Core i5 搭載モデルともに新世代の Core i7 から 2600S、Core i5 から 2400S となり、 全機種クワットコア CPU 仕様となる。一部販売店取り扱いのコア i3 搭載モデルも、新世代のコア i3 から2100となったほか、メモリ最大容量を 16GB に引き上げられた。3D 対応モデルは、HDD 容量を 2TB に倍増。買いモデルは CPU を、コア i5 から 2400S から 3D。 対応モデルと同じ HT 対応の Core i7 から 2600S に高学ドライブを DVD スーパーマルチから Blu-ray ディスクドライブに変更した。一部販売店限定の Core i3 搭載モデルは HDD 容量を 1TB に倍増された。一部販売店限定モデルだった Core i3 搭載モデルがカタログモデルとして再設定。CPU を コア i3 から2120に向上し、性能を強化。また、コア i7 搭載、3D 非対応モデルは、メモリ HDD 容量を倍増。コア i7 搭載、3D 対応モデルは、マイナーチェンジ程度である。この台では、コア i3 搭載モデルのみ、モデルチェンジ、ビジネスシーンへの利用も想定し、ディスプレイを、従来のスーパーシャインビュー EX 液晶から、 ノングレア液晶に変更。HDD も従来の半分量である 500GB に変更した。Core i7 搭載モデルは CPU を第3世代の Core i7 から 3770S に更新。Core i3 搭載モデルはメモリを 4GB に倍増し、チップセットを上級モデルと同じ Intel H61 Express に変更した。 OS を Windows 864bit に変更すると、ともに Core i7 搭載モデルは HDD 容量を 3TB に増量。Core i3 搭載モデルは CPU を第3世代の Core i3 から3220に更新した。全機種で Office を Office 2013に刷新するとともに Core i7 搭載モデルは Blu-ray ディスクドライブが BDXL に対応。 コア i3 搭載モデルは HDD 容量を 1TB に増量した。コア i7 搭載モデルはスタンド部をブラックとするなど5年ぶりに本体デザインが一新され CPU を第4世代のコア i7 から4 7 7十二スペックアップ。コア i3 搭載モデルも CPU をコア i3 から3 2 4十にスペックアップされた。ほかディスプレイが LED バックライト付けになった。 OS を Windows 8.1に変更したほか、Core i3 搭載モデルは CPU を第4世代の Core i3 から4130に更新した。なお、新、R 世代発表後も継続販売された。バレスター N、バレスター S から数週間遅れて、モデルチェンジ。OS を Windows 8.1アップデートに、Office を2013サービスパック1にそれぞれ変更。 さらに CPU も変更してスペックアップされた。オフィスを Office Premium Office 365サービスに変更。Core i3 搭載モデルは CPU を Core i3 から4160に変更して性能を強化した。高性能ミニターモデル。R 世代、S 世代は原則本体のみのラインナップとなる。 当時としては珍しかった Pentium 4プロセッサー 1.5GHz を搭載し、高速性能を謳っていた。ディスプレイは17型フラット CRT を採用。5世代と同じ仕様のディスプレイなしモデルを追加。CPU を高速化。ディスプレイなしモデルも用意された。この世代を最後に、一旦ラインナップが途切れる。約7年4ヶ月ぶりにタイプ名が復活。 CPU は、コア2両を採用。将来の拡張に対応するため、高角ドライブ用の5型ウェイの空きを1スロット、h d d 用ウェイの空を3スロット確保するとともに、PCI Express X16 スロット1つ、PCI Express X1 スロット1つ、PCI スロット2つを確保した。CPU が、クアッドコアのコア2クワッドに変更。HDD も2機装備、 点キー付けフルサイズキーボードを添付し、持ち運びしやすい、フレックスバーと A4 ノート PC よりも小さく置ける、小スペース設計により、デスクトップ PC の快適さとノート PC の軽快さを兼ね備えるボードタイプの一体型 PC。光学ドライブは、スロットイン方式を採用する。また、使わないときはキーボードを本体下にそのまま収納できる。グッドデザイン賞を受賞している。 OS は全機種 Windows Vista Home Premium である。当初は15.24型ワイド液晶を搭載し、中意機種は AMD TriOn64X にモバイルテクノロジーを上位、下位機種にはモバイル AMD1000 プランを搭載していた。また、上位機種には地上デジタルチューナーを内蔵し、中意機種にはハードディスクの中にフラッシュメモリを内蔵し、 起動時間の高速化を図ったハイブリッド HDD を搭載した。全機種で CD や文房具などが置ける小物入れガシェットポケットを備えた。新たに17型ワイド液晶モデルを追加。ディスプレイが大型化しても安定感が取れるように両サイドのフレームの先端を少し前面に出しているのが特徴である。地上デジタルチューナーモデルはフラッシュメモリ内蔵の ハイブリッド HDD を採用。a m d ツリオン 64X に、モバイルテクノロジーは新設の17型、ワイド液晶モデルに搭載された。メモリを 2GB に増量し、AAMD ツリオン 64X に、モバイルテクノロジーを15.4型ワイド液晶、TEB チューナーレスモデル以外の全機種に搭載された。また、17型ワイド液晶モデルにも、 地上デジタルチューナー内蔵モデルを設定した。テレビチューナーなしモデルにも、AMD アスロン 64X に、デュアルコアプロセッサを採用し、全機種デュアルコア、CPU となる。また、15.24型ワイド液晶、地上デジタルチューナー内蔵モデルを廃止。さらに、ハイブリッド HDD を廃止した。初のモデルチェンジ。液晶サイズを大型化し、 16型ワイド液晶と19型ワイド液晶に。16型ワイド液晶モデルは背面スタンドを微サ規格に対応した市販のモニターアームに取り替えることができ、より自由な使い方ができる。また、19型ワイド液晶モデルではバレスター N 初となるインテル製 CPU コアにデュオを採用した。また、全機種、従来からのピュアホワイトに加え、 ファインブラックを加えた2色展開となる。19型ワイド液晶モデルにメープルブラウンを加え、3色展開となる。さらに、メモリを 4GB に倍増。16型液晶モデルを廃止し、代わって、ブルーレイディスクドライブを搭載した21.5型ワイドフル HD 液晶モデルを設定。同モデルの最上位機種は HDD を 1TB 搭載し、 TV チューナーも従来からの地上デジタルに加え、BS デジタル110度 CS デジタルにも対応の上、ダブルチューナーとなった。19型ワイド液晶モデルのメモリは 2GB となる。カラーはメイプルブラウンに変わり、新しくクランベリーレッドを設定した。全機種 Windows7 ホームプレミアムに OS を変更。19型ワイド液晶モデルのメモリを 4GB に増量し、 19型ワイド液晶、地上デジタルチューナー内蔵モデルの HDD も 1TB に増量した。21.5型ワイドフル HD 液晶モデルは、地上デジタルチューナー内蔵モデルのみとなる。20型ワイドアックスが液晶に変更。DVD スーパーマルチドライブ搭載モデルには、コア i3 を、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルには、コア i5 を搭載。グラフィックスは、 CPU 内蔵グラフィックスにグレードダウンされる。OS をホームプレミアム64ビット版に変更し、地上デジタルチューナーを標準搭載。新たにセレロン P4500 を搭載した回機種を新たに設定。まず5月に 3D 映像に対応した最上位機種を設定。さらに翌月には既存モデルをモデルチェンジし、オフィスは ホームビジネス2010に更新。さらに、Core i5 搭載モデルは、インテル Core i5 から 450M を搭載し、性能を向上した。3D 対応モデル及び、Core i5 搭載モデルの CPU 性能を向上。さらに、TB チューナーも、地上デジタルに加え、BS デジタル110度 CS デジタルにも対応した。3D 対応モデルのディスプレイは、 LED バックライト搭載のスーパーシャインビュー LED 液晶に変更された。ラインナップも Core i3 搭載モデルを廃止し、3機種となった。3D 対応モデル及び Core i5 搭載モデルは新世代の Core i5 から 2410M を採用し、地上 BS110 度 CS 対応の TV チューナーはダブルチューナーに強化。セレロン搭載モデルも HDD を 1TB に増量。 全機種に標準装備されているワイヤレスキーボードはキーピッチを広めたアイソレーションタイプに変更となった。3D 対応モデル及びコア i5 搭載モデルは HDD 容量を 2TB に増量。セレロン搭載モデルはダブルチューナーとなりに番組同時録画ができるようになったほか HDD の書き込み速度を高速化した。3D 対応モデル 3D 非対応。 最上位モデルの CPU をクワッドコアのコア i7 から 2670QM に変更するとともにディスプレイを V 世代以来となる21.5型ワイドフル HD 液晶に大型化し IPS 液晶となる。さらにメモリ容量を 8GB に倍増 BDXL 対応ブルーレイディスクドライブも搭載し基本性能を強化。セレロン搭載モデルも CPU をセレロン B800 に更新された。さらに、新 C 世代で一旦廃止となっていた Core i3 搭載モデルを再設定。以前のモデルと比べ、CPU に第2世代の Core i3 から 2330M ディスプレイに IPS 液晶を採用するなど基本性能が強化されている。一点5型ワイド液晶モデルは録画関係機能を強化し、 フルハイビジョン画質のままで16倍の長時間録画を可能にしたほか、録画した番組を携帯電話などへ転送できる、外でもビデオ機能を追加。ワイヤレスランは電波干渉に強い 5GHz 帯の IEE802.11R 準拠に対応した。また、Core i3 搭載モデルは CPU を Core i3 から 2350M に強化し、 HDD を 2TB に倍増。セレロン搭載の二重型ワイド液晶モデルについても CPU 性能の強化と HDD 容量の倍増を行った。マザーボードを Intel HM76 Express チップセットに更新し、ワイヤレスキーボードマウスの変更、ウェブカメラの 720P 対応、HDMI 入力端子の搭載など細かな変更が行われた。また、 コア i3 搭載モデルは CPU をコア i3 から 2370M に更新している。なお、3D 対応モデルは廃止とした。OS を Windows 8 64bit に変更すると、ともにデザインを変更。液晶下部に配しているスピーカーやスタンドの形状を改良し、光学ドライブをスロットイン式に変更。CPU 性能も強化された。コア i7 搭載モデルは、 HDD 容量を 3TB に増量し、視聴専用のデジタルチューナーを追加したことで2番組、同時録画中に別の番組を視聴したり、電源オフの状態から2秒で、すぐに TV が見られる、パッド見テレビに対応。リモコンは背面にタッチパッドを搭載したことで、タッチ操作ができる、タッチパッドリモコンとなった。全機種オフィスを、オフィス2013に刷新。 セレロン搭載モデルは CPU をセレロン 1000M に強化した。なお、コア i7 搭載モデルは HDD 容量が 2TB に減らされた。コア i7 搭載モデルはパッと見テレビが非対応になったが HDD 容量が 3TB に再び増量され、メモリは容量はそのままで 8GB1 に変更し、将来の増設に対応した。注意モデルは CPU が コア i5 からコア i3 にスペックダウンされたが、HDD 容量は 2TB に倍増。セレロン搭載モデルはソフトウェアを刷新した、マイナーチェンジ程度である。なお、セレロン搭載モデルには新たに、TEB チューナーレスモデルが追加された。既存のラインナップを3機種に絞り、OS を Windows 8.1に変更。セレロン搭載モデルは、t b チューナーレスモデル。 TV チューナー内蔵モデルともにセレロン 1005M に更新した程度。Core i3 搭載モデルは CPU を Core i5 から 3230M に変更して性能を強化した。そして Core i7 搭載モデルは2013年夏モデルまで販売されていたバレスター W を統合しディスプレイサイズを23型ワイドに大型化。さらに、 スタンド機構を新設計にしたことで、垂直立ちや左右、スイーベルが可能となり、ワイヤレスキーボードを収納するスペースも確保された。TV 機能も強化し、パッと見テレビ機能を備えるとともに、録画対応デジタルチューナーが、バレスター W のトリプルチューナーから4チューナーとなり、4番組同時視聴、同時録画ができるようになった。なお、マルチチューナーを搭載した機種は通常、B、 CAS カードを複数枚挿入する必要があるが、本機種では B、CAS カードは1枚で挿入でき、有料放送の有無を気にすることなく利用することができる。合わせてヤマハスピーカーシステムを改良し、フルレンジユニットにウーファーユニットを組み込んだに、ウェイ仕様となり、さらにフルレンジユニットには PC 用で初となる、自世流体ドライバーを用いたことで、 歪みや振動を抑え、よりクリアな音質を楽しめるようになった。合わせて CPU をインテルコア i7 から 4700MQ プロセッサーに変更した。21.5型ワイド液晶モデルが高ずつのバレスタ S として独立シリーズ化した。全モデルに IEE802.11AC、e、対応ワイヤレスランを搭載するとともに上位モデルはディスプレイを キャッチパネル式に変更する代わりに HDD 容量を 3TB に減らした。また、カラーはファインブラックのみの設定となった。ヤマハが開発したアウジオエンギネを導入し、SDX-C 対 OSD メモリーカードスロットは u h s i に対応。合わせて OS は Windows 8.1アップデート、Office は Office Home&Business 2013 SP1 となった。 また、カラーは、レッド、ホワイト、ブラックの3色に戻された。CPU を、Core i7 から 4710MQ に変更して、スペックアップし、Office は Off、Office Home and Business Premium Office 365サービスに変更。外出先から、録画番組を視聴できる、リモート視聴に対応した。Windows XP Professional を搭載したビジネス向けモデル。 いずれの機種も高額ドライブは CD-RW ドライブである。CPU に Pentium 4を搭載。筐体はバレスター C と共通。15型液晶セットモデル、17型液晶セットモデルのほ買い替え需要に対応する本体のみのモデルもラインナップされていた。CPU を AMD0 に変更。筐体はバレスター L と共通のものに変更。 15型液晶セットモデルのみとなる。このタイプは、片目や型番が VR から始まるが、発売されていた時期によりタイプ名やデザインが異なる。当初は一体型のバレスター SR として登場。アナログ TV チューナーを内蔵しており、回帰手は17型液晶、中上位機種は19型液晶を搭載していた。CPU は、上位機種は、 HT テクノロジーインテルペンティアム4を中回機種はインテルセレロン D を搭載。基本性能を向上。再回機種を除き、TV チューナーがダブルチューナーとなり、2番組同時録画が可能となる。OS を Windows XP メディアセンターエディション2005に変更。ペンティアム4搭載モデルがなくなり、CPU がセレロン D に統一。デザインを一新し、 バレスター R に解消。ディスプレイが17型液晶に揃えられ、新たに小物置きに最適なガシェットスペースを新設。上位機種は再び HT テクノロジーインテルペンティアム4となる。なお、このモデルを最後により大きな液晶を搭載するバレスター W に統合され、ラインナップから一旦なくなる。バレスター L をベースにした分離型スリムターモデルとなり、バレスター。 R 類モデルとして復活。TV チューナーは省かれるが、PC リモーターサーバーボード搭載により、外出先から別売りの PC リモーターを利用して遠隔操作が可能。PC リモーターには HDD がないため、万が一 PC リモーターを紛失してもデータが盗まれたり、漏れたりすることがない。ラインナップは、コア2デュオ、DVD スーパーマルチドライブ搭載モデルとコア2、 クアド、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルの2機種。ディスプレイは驚愕ブチタイプの19型ワイド液晶となる。先行でバレスタ M をベースにしたマイクロタワータイプを追加。CPU はコアニデュオとコアにクアドの2種類が用意されるが、光学ドライブは DVD スーパーマルチドライブのみである。11月にはスリムタワータイプをモデルチェンジ。 CPU 性能向上などの小規模なものに止まる。マイクロタワータイプは本体のみとなり、コアにクワード搭載モデルは OS を Windows Vista Ultimate に変更し、メモリを 4GB に、HDD は RAID5 構成対応の 2TB に増量。スリムタワータイプは Windows Vista Home Premium とコアにクワードを搭載し、22型ワイド液晶を採用した注意機種を設定。 上位機種は OS を Windows Vista Ultimate に変更し、メモリを 4GB、HDD を 1TB に増量、ディスプレイを22型ワイド液晶に大型化した。マイクロタータイプは、コアにデュオ搭載モデルのメモリも 4GB に増量、HDD も RAID 重構成対応の 4TB に増量し、安心感を向上させた。スリムタータイプもコアにデュオ搭載モデルの メモリ容量を 4GB に増量。ディスプレイも23型ワイドフル HDA 晶に大型化、高解像度化された。この台でスリムタワータイプのみとなる。コアにデュオ搭載モデルの HDD を 1TB に倍増。コアにクアドモデルは OS を Windows 7、プロフェッショナルに変更。なお、W 世代発表後もコアにデュオモデルのみ、継続販売された。 バレスター FS の後継シリーズとして登場したスタイリッシュな一体型モデル。ワイヤレスキーボードは本体に収納でき、連動して電源の ON、オフやあらかじめ設定したソフトの起動などができる。Windows を起動しなくても TV が見られるインスタント機能を搭載。CPU はセレロン M を搭載しており、15型液晶と17型ワイド液晶の2タイプを用意していた。 ディスプレイが17型ワイド液晶に統一。新たに Pentium M 搭載モデルを設定。ラインナップがセレロン M 搭載モデルのみとなる。なお、C 世代発表後も継続販売された後、一度シリーズ名が途絶える。約1年7ヶ月ぶりにシリーズ名が復活。画面が左右、上下に動かして見やすい位置に調整できる。スイング機能を搭載。 ディスプレイは17型20型ワイドに大型化され、左右にスピーカーも設けられた。また、TV チューナーを搭載しないエントリーモデルを設定。アナログ TV チューナー搭載モデルには OS に Windows XP Media Center Edition2005 を搭載。OS を Windows Vista に変更。新たに電源投入後2秒で地デジが見られるパッと見テレビ機能を備えた。 地上デジタルチューナー内蔵モデルを設定。また、最上位モデルでは、インテルコアにデュオプロセッサーとブルーレイディスクドライブを搭載した。ラインナップが整理され、t v チューナー搭載モデルは、地上デジタル放送に対応した。また、コアにデュオブルーレイディスクドライブモデルがなくなる。なお、K 世代発表後も17型、t v チューナー搭載モデルのみ、継続販売された後、 再度シリーズ名が途絶える。バレスター N の21.5型液晶モデルが独立した新シリーズとして約6年9ヶ月ぶりに再復活。薄さを強調するエッジ処理や極細リムを施すことで、バレスター N の同サイズと比べて本体圧、奥行きともに小さくなり、設置性を向上。CPU も変更となり、 コアアイゴ搭載モデルは第4世代のコアアイゴから 4200U にセレロン搭載モデルは TB チューナーの有無を問わずセレロン 2955U となったボディカラーはバレスタ N 同様3色が用意されるがコアアイゴ搭載モデルはファインブラックのみの設定となった OS は Windows 8.1CPU 性能を強化しコアアイ搭載モデルは コアアイゴから 4210U にセレロン搭載モデルはセレロン 2957U にそれぞれ変更となりコアアイゴ搭載モデルはワイヤレスランが IEE802.11AC に対応した合わせて OS は Windows 8.1アップデート Office は Office 2013SP1 となった基本スペックは新 S 世代を踏襲するが Office を オフィスプレミアムオフィス365サービスに変更した TEB チューナーを内蔵した分離型スリムタワーモデル当初は Pentium 3を搭載しディスプレイは15型液晶を採用受注生産品であったが2000年8月に本格販売を開始し5.1チャンネル対応サウランドスピーカーシステム搭載の上位モデルを加えた2機種を設定した基本性能を向上 ラインナップを拡大し、ディスプレイなし、17型フラット CRT15 型液晶、15.3型ワイド液晶の4機種を用意した。また、翌月には追加モデルとして、15.3型ワイド液晶と5.1チャンネル対応、サウランドスピーカーシステムを採用した BS デジタル放送対応モデルを追加した。ディスプレイなしと15型液晶モデルを廃止し、 変わって17.5型ワイド液晶搭載モデルを3機種設定した。また、15.3型ワイド液晶モデルと17.5型液晶モデルには、より廉価なセレロンモデルを設定した。一部機種を除き本体デザインを一新し、ペンティアム4を搭載。ディスプレイなしモデルと17.5型ワイド液晶モデルには、DVD-R、RW ドライブを搭載。 液晶モデルは高音質スピーカー一体型となる。全機種にインターネット電話用のヘッドフォンマイクを同梱し、17型ワイド液晶、17.5型ワイド液晶モデルには、さらに USB カメラを同梱。ラインナップが整理され、17型 CRT モデルを廃止した。全機種 CPU を Pentium 4に統一し、15型液晶モデルは DVDR。 RW ドライブ17.5型ワイド液晶モデルは DVD マルチドライブとなる。また上位機種はディスプレイにもアナログ TV チューナーを内蔵した。最上位モデルは従来からの BS デジタル放送に加え新たに110度 CS デジタル放送にも対応した。本体は同世代のバレスターシート同様に丸みのあるラウンドシェイプのデザインに ラインナップが整理され、15型液晶モデルとサウンドベを搭載した17型ワイド液晶の2機種となる。17型ワイド液晶モデルに HDD を 250GB に増量した機種を設定した。本体デザインを一新。注意、上位機種にアナログ TV チューナー内蔵の17.5型ワイド液晶を採用。上位機種には業界に先駆けて DVDR。 RW も使用できる DVD、マルチプラスドライブを初搭載。さらに、3世代以来となる BES110 度 CS、デジタルチューナーも搭載した。ディスプレイを一新。サウンド弁にサブウーファーを追加しより高音質になった、アナログ TV チューナー内蔵17型ワイド液晶となった。上位機種は、アナログ TV チューナー内蔵23型ワイド液晶。 回機種は17型ワイド液晶となり、ディスプレイで選べる3機種となる。いずれのディスプレイでも、サウンドベ、サブウーファーを搭載する。ワイド液晶が廃止され、上位機種が19型液晶となる。AMD 女性 CPU を搭載した、水冷システム搭載のミニタワーモデル。当初は、バレスター TX の後継モデルとして登場。CPU は、 アスロン64を搭載する。ラインナップは17型液晶アナログ TV、チューナーモデル、17型液晶地上、BS110 度 CS デジタル対応モデル、23型ワイド液晶地上、BS110 度 CS デジタル対応モデルの3機種を設定した。バレスター TX の再設定により、ベーシックス異例モデルの位置付けとなる。また、 アナログ TV チューナーを搭載する、連価機種1機種のみとなる。基本性能を向上する。AMD 社製 CPU を搭載した、マイクロタワーモデル。7世代ではエンターテインメントを楽しむ、高性能スリムタワーとして一度だけ復活していた。当初は AMDK6 からにプロセッサを搭載。15型 CRT CD-ROM ドライブ、17型 CRT CD-ROM ドライブ、 17型 CRT-CD、RW ドライブの3タイプが用意されていた。従来からの K6 からにプロセッサ搭載モデルに加え、アスロン搭載モデルを追加、さらに、K6 からにプロセッサ搭載モデルに、オフィス2000搭載モデルを加え、バリエーションを増やした。基本性能を向上。アスロン搭載の上位モデルには新たに DVD、ラムドライブを搭載。 AMDK6 からにプロセッサ搭載モデルがなくなり、中、回帰種には CD、RW with DVD-ROM ドライブを搭載。このモデルを最後にシリーズ名が一旦途絶える。約3年の時を経てシリーズ名が復活。OS は Windows XP Media Center Edition 2004となり、CPU も HT テクノロジーインテル Pentium 4に進化。 アナログ TV チューナーも搭載された。なお、8世代でも継続発売された後、わずか1シーズンでシリーズ名が消滅した。大画面液晶搭載の高機能一体型 PC。ダブルアナログチューナーを内蔵、パネルスピーカー、大手ウンドワイドを搭載し音質にも優れている。セレロン D 搭載モデルは20型ワイド液晶、ペンティアム4搭載モデルは26型。 ワイドノングレア液晶を搭載した。ワイヤレスキーボードは本体化に格納でき、キーボードの出し入れに応じて、電源を n o オフの設定も可能である。基本性能を向上。デザインを一新。新たに取り外しもできる小物置きスペース、ガシェットスペースを配備。また、従来よりも大型化された32型、ワイドノングレア IPS 液晶を設定し、同ディスプレイを搭載した。 最上位機種はペンティアム D を搭載、セレロン D 搭載機種はオフィスなしとした。また、ホワイト機長の二重型ワイド液晶モデルも新たにペンティアム4搭載モデルを設定した。さらに、OS は全機種 Windows XP Media Center Edition 2005に変更。サイレン化モデルを除き、地上 BS110 度 CS デジタルチューナーを内蔵し、電源投入後約2秒で、 テレビが視聴できるパッと見テレビ機能を搭載した。基本性能を向上。従来のバレスター R から編入した17型液晶モデルを設定。17型液晶モデルも地上デジタルチューナーを搭載した。また、20型ワイド液晶モデルは全機種が IPS 液晶となり、地上 BS110 度 CS デジタルチューナーを搭載。 同モデルの注意機種は Pentium D も搭載し、ビーブに対応。同モデルの上位機種は、Blu-ray ディスクドライブも搭載された。32型ワイド液晶モデルも、同様に、Pentium D 搭載の最上位機種にも、Blu-ray ディスクドライブを搭載した。なお、CPU は、全機種 Pentium 系に揃えられた。ラインナップを再編し、地上デジタルチューナー内蔵の二重型ワイド液晶と、 地上 BS110 度 CS デジタルチューナー内蔵の32型ワイド IPS 液晶の2機種に CPU はコアにデュオに変更しビーブに対応。ブルーレイディスクドライブを標準搭載した。なお、一部機種は J 世代発表後も継続販売された。デザインを一新。日立製作所と共同開発した水冷システムを一体型 PC で初採用。 HDD を遮音材や吸音材で包み込んで駆動音の漏れを防止し遮音材によって熱がこもった HDD を水冷システムが効率よく冷却するため 25dB の静音性能を実現またディスプレイは19型ワイド液晶と22型ワイド液晶の2タイプとなり19型ワイド液晶モデルは CPU でセレロン搭載の t b チューナーレスモデルと エンティアムデュアルコア搭載の TB チューナー内蔵モデルの2種類を22型ワイド液晶モデルは c p u に、コアにデュオを採用 DVD スーパーマルチドライブ搭載モデルと HDDVD ロム再生機能を備えるブルーレイディスクドライブ搭載モデルの2種類を用意した TB チューナー搭載モデルは地上デジタルチューナーのみの搭載となる 19型ワイド液晶モデルの CPU もコアにデュオを搭載し、性能を向上。19型ワイド液晶モデルの CPU が再び、Pentium Dual Core に変更。t b チ u n e r l s モデルの設定がなくなり、最上位機種に搭載する Blu-ray ディスクドライブから HDDVD-ROM 再生機能が省かれる。19型ワイド液晶モデルの CPU が再びコアにデュオとなる。 また、全機種地上、BS110 度 CS デジタルチューナーを2機搭載した。ブラックを基調としたデザインとなり、ディスプレイが22型ワイド液晶のみとなる。また、ブルーレイディスクドライブが標準装備され、メモリは 4GB、HDD は 1TB に増量。上位機種はコアニクワドを搭載した。コアニクワド搭載の1機種のみとなる。水冷システムを廃止し、 液晶テレビのようなスリムなデザインに一新。OS を Windows 7に変更し、CPU をコア2両に統一。また、ディスプレイを21.5型ワイド液晶と23型ワイド液晶に大型化され、いずれもフル HD 仕様に。21.5型ワイド液晶はタッチ操作にも対応した。21.5型ワイド液晶モデルは地上デジタルチューナーを 23型ワイド液晶は、地上、BS110 度 CS デジタルチューナー2機を内蔵する。従来からのファインブラックに加え、パールホワイトとクランベリーレッドが加わり、カラーが選べるようになる。また、CPU も、回機種は Core i3、中、上位機種は Core i5 を搭載し高い性能を持つようになる。 最上位機種には高速転送が可能な USB3.0 ポートを2つ搭載した。なお、新 A 世代発表後も、本機種は継続販売された。オフィスを Office Home and Business 2010に更新するとともに、最上位モデルは独立 GPU、NVIDIA GeForce GT330M を搭載し、グラフィック性能を向上した。最上位モデルが 3D 対応となり、 HDD を 1.5TB に増量した。また、CPU をノートブック向けのインテルコア i5 から 460M に統一された。また、コア i3 モデルを廃止するとともに、コア i5 搭載モデルはパールホワイトに代わり、ハニーブラウンを新たに設定した。CPU に新世代のコア i ファミリーを採用し、3D 対応モデルには、メモリは全機種バイトに、 HDD も 3D 対応モデルで 2TB、買いモデルで 1.5TB にそれぞれ増量し、さらに 3D 対応モデルは独立 GPU の性能も向上され、基本性能を強化。ディスプレイも LED バックライトを採用した、スーパーシャインビュー LEDIPS 液晶となった。買いモデルのボディカラーは一旦廃止となっていた、ホワイト系が復活し4色展開となり、全機種に、 標準搭載のワイヤレスキーボードはバレスタ N と同じようにアイソレーションタイプとなった。全機種で CPU をクワッドコアのコア i7 から 2630QM に変更し、ブルーレイディスクドライブは大容量規格の BDXL に対応。さらに、買いモデルのメモリを 4GB に減らす代わりに HDD 容量を 2TB に増量した。全機種で CPU を コア i7 から 2679M に強化された他、買いモデルではメモリ容量を再び 8GB に倍増した。なお、3D 対応モデルは NVIDIA g f o r c e から CPU 内蔵グラフィックスにスペックダウンされている。バレスタ N の21.5型ワイド液晶モデルと同様に録画関係機能を強化し、フルハイビジョン画質のままで16倍の長時間録画を 可能にしたほか、録画した番組を、携帯電話などへ転送できる、外でもビデオ機能を追加。ワイヤレスランは、電波干渉に強い 5GHz 帯の IEE802.11R 準拠に対応した。液晶ディスプレイにスピーカーバーが合体した、フラットブロックデザインを採用。USB や SD カードスロットを全面に配置すると、ともに、 キーボードの収納エリアを設けたことで使い勝手を高めた。また、以前のモデルで採用されていたパッと見テレビを復活。PC 部から独立した地上 BS110 度 CS デジタルチューナーを新たに搭載したことで、リモコンや本体のテレビボタンを押すと約2秒ですぐにテレビが視聴できる。基本性能も強化されており、HDD は 3TB に増量。 また、Core i5 搭載モデルも再設定された。なお、デザインの刷新に伴って、ハニーブラウンが廃止され、三色展開となった。OS を Windows 8 64bit に変更すると、共に CPU を第三世代の Core i7 から 3630QM に性能を強化。付属のリモコンは背面にタッチ操作ができるタッチパッドを搭載した。 タッチパッドリモコンとなった。なお、これまで設定されていたコア愛護搭載モデルは廃止された。基本スペックは新 J 世代から据え置かれたが、オフィスを Office Home and Business 2013に刷新された。なお、新 M 世代発表後も継続販売となったが、3D 対応の上位モデルは新 M 世代発表時に廃止となった。静音。 ハイパワーのミニター PC ーー。バレスター TX では発売当初、ホームネットワークを構築するためのサーバーとしても使用できるホームサーバー PC であった。なお、バレスター TX よびバレスター X の型番や型名はともに VX から始まる。ワイヤレスランを内蔵。リモート TB 機能により別の PC からワイヤレスで録画予約ができたり、 テレビチューナーを内蔵していない PC でも、優先欄経由で視聴することができる。ラインナップは3機種あり、全機種 CPU に Pentium 4を搭載し、アナログテレビチューナーを内蔵しているが、最上位機種では、BS110 度 CS デジタルチューナーも内蔵する。ディスプレイは15型液晶か17.5型、ワイド液晶を用意する。なお、第3次。 五世代発表後は継続販売されなかった。CPU を HT テクノロジーインテルペンティアム4に進化すると、共に当時としては世界初の水冷システムと DVD、プラスマルチドライブを搭載。17型スックスが液晶セットモデルの他に本体のみの回帰種を設定。基本性能を向上。新たに17型液晶とアナログ TV チューナーを搭載し、 ワイヤレスランを省いた、Windows XP ホームエディションモデルを設定。XP プロフェッショナルモデルはディスプレイを23型、ワイド液晶に大型化し、新たに、地上デジタルチューナーも搭載。これにより、地上、BS110 度 CS デジタル対応になった。なお、第3次、旧世代発表後は継続販売されなかった。本体は、ブラックボディに起動中は、 青いランプが灯る新デザインに一新され、水冷システムに SPS ファンとエアフローファンを組み合わせたハイブリッドクーリングシステムに進化し、回帰種のディスプレイを19型に大型化となったことで、ホームサーバー PC から静音 PC へと変化した。また、これまで登場した TX シリーズでは、マイクロソフトオフィスがインストールされていなかったが、この世代から標準で、 インストールされるようになった。回帰種のディスプレイが再び17型に戻される。回帰種のディスプレイのデザインを一新。この台からシリーズ名をバレスター X に解消し、本体デザインもシルバーを基調としたものに変更。水冷システムも第3世代に進化。空気の入り口を水冷ユニット、筒体にそれぞれ設けることで、冷却効率を向上した。 CPU は Pentium D に変更するとともに HDD を3機装備し RAID5 機能を搭載したことで万が一1台の HDD が故障しても残りの HDD にもデータが記録されているため安全性も向上された上位機種のディスプレイは20型ワイドに変更ラインナップが1機種となる基本性能を向上 HDD が RAID 零構成の WHDD に変更され容量も少なくなった。ありがとうございます。